お疲れ様です。これでいかがですか？そうですね、まだまだだなっていうのは思いますけど、まあ、ちょっとずつ良くなってる感じもしますし、今日はやっぱり昨日今日とアイアンがあんまり良くなかったんで、その部分でもちょっと後半、最後の方いい感触もあるんで、また次頑張りたいなと思います。そうですね、やっぱドライバーは結構こう振り切るという感じだったんですけど、アイアンはやっぱり方向性とか距離感とかそういうところにかなり、ブレが昨日からあったんですけども、それがちょっとずつ、なくなってきている感じはしますね。やっぱ最後もラフからのショットだったんですけど、まあ、今週全然ラフからのショットうまくいってなかったんですけど、あのショットはいい感じで打てたんで、結果は悔しいですけど、ちょっとずつ良くなってるかなと思いますね。はい、良くなった部分もある中で、これからの課題というのはご自身で見えているのか？そうですね、非常に多いですけど、でもまずはやっぱ自分が、ドライバーとアイアンですかね、ショットの部分で、気持ちよく打ててくれば、その他の部分が自然と良くなってくる部分もあると思いますし、まあ、でも、自然と良くなるんじゃなくて、やっぱ練習が必要な分野もありますので、まあ、非常に多いですけど、まあ、頑張りたいと思います。久しぶりの ABC ゴルフクラブでしたが、はい、ここはどうでしたか？いや、そうですね、本当に今まで行ったことがないようなところまで曲げてしまったりとかも結構あったんで、すごく好きなコースだったんですけど、やっぱり非常に難しく感じてしまいましたし、またやっぱりチャレンジしたいなと思います。今日朝のドライビングレンジでお先ほどに、やっぱりインパクトの形からフォローにかけてっていうところの、形だったりとかスピードっていうところで、やっぱり体全体まだ使えてないなっていうのが思いましたし、でもジャモさんのおかげで、かなりドライバーにもいい感触は出てきてるんで、ちょっとずつだと思いますので、いきなりすごい良くなるっていうことはないと思うんで、まあ、ゆっくりですけど、また次頑張りたいなと思います。今日はそのドライブの形がちょっと そうですね、序盤は結構良かったんですけど、まあ、まだまだ練習が足りないかなという感じですね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。